こんばんは、お疲れ様です。皆さん、もう筋肉痛でね、体が痛いです。そう、でもね、今日は朝から結構活動的にいろいろできたから満足してます。で、朝レッスンしたでしょ。その後、まあとある買い出しに行き、自分のものじゃなくてね、とある買い出しに行き、あとピラティス行って、筋肉痛なのにピラティス行って、体動かして、で歯医者も行ってきました。 めっちゃ活動的じゃない？そう、タフでした。めちゃくちゃ多忙、パチ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 ね。ほんと一日にできること全部した感すごいってな感じで、盛りだくさんだったんですけど、そうで、みんなが働いてる間私はこういうことしてたよみたいな感じだったので、そうなんです。ということで、今日はショールームするってことで、最近ずっと開けてなかったポケモンカード開封。 ポケモンカード開封、イエーイ。今日はこの一期一会を開封していきます。 一期一会、イエーイ。そう、予想してた？すごさすが。まずは袋の方でいただいたやつからあげていきます。いや、本当に多分毎日1箱ずつ開けても多分なかなかなくならないレベルあるよ。嬉しいことにみんなが私にご褒美をたくさんくれるから。よいしょ。よし、めっちゃ幸せなんです。だから 幸せすぎて、なんかアイドルやっててよかったって、特権だなって思います。そう、だからなんかこんだけ私のポケモン愛がみんなに伝わってるんだって思って、すごく嬉しい。だって私が本当に好きってことが伝わってなかったらさ、みんなにこんなにいただかないわけですから、私のポケモンが伝わってることが嬉しいです。でも今年さ、ジムバトルとか行きたいとか言ってたんだけど、もうさ、今年も6月に突入するし、本当に今年行けるのレベルになってきてるじゃないですか。ね、でも私は行きたいからね、本当に。今デッキ組み直し中なんで、なんか中押しポフィンとかそういう系をね、まあ集めてて、あとエネルギーとかかなをやってるところです。で、151は私が欲しいカードは入ってないんですけど、でも私がポケカを始めようと思ったきっかけだったんです、151って。なんか151の時期が一番好きで、ポケカの中で、ポケモンの中で初期、151っていうのがなんか初期のポケモンがね、全部入ってるやつなので、一番最初、もしかしたらみんなが一番見てた時期かもしれないし、なんか一番なんだろう、あ、これポケモンだよねって、なんか有名なやつ、知名度があるポケモンがたくさんいる最初のポケモンだけのカードなので そう、だからなんだろう、なんていう、馴染み深いポケモンが多いって感じで、すごい好きなんですよ、151のポケモンが私は。
なみに推しメンの女王は151に入ってません。なんて言ったらいいの、1期生 AKB でいう1期生だから151は。私の女王は2期生なんですね、残念なことに。2期生だから大島優子さんとかそういう感じかな。1期生は、まあ、大島優子さんじゃなくて前田敦子さんとか小島春菜さんとか、そのレベルが151にはたくさん入ってます。ね、今なんかいい説明思いついたって感じした。そうだからヌーは大島優子さんです。大島優子さんレベルってことで。そう、あちゃむは、あちゃむとかはだからそうね、柏木由紀さんレベルですね。あ、メール来た。さっきさ、あのお風呂上がりでスキンケアしてて、で気づいたらこんな時間になってて、あやばいと思って、とりあえずみんなに送れるよっていう X のつぶやきをして、そうそうなので、その後そうだね、あのまだスキンケア残ってたから髪の毛乾かしたりとかして、その前にあメールも送んないとと思ってメールも送ったんです。よかったといて、じゃあ慌てて送ったかある。そう、余裕なかった。余裕なかったから急いで、だってショールームもさ予約してしちゃってたからさ、ショールームもあるし、まあ、ショールームは送れるよって言ったにせよさ、そんな送れられないじゃん。だからとりあえず急がないとと思って急いだよね。ありがとう。じゃあそう、じゃあカード開封いきます。ちなみにこの151もめちゃくちゃ枚数多くて、なんか種類が多いの。そのモンスターボールタイプとマスターボールとか、なんかそういうこの柄でね、見えます？横から見たらそのこの質感というか、なんて言って、横から見たら分かるボールの種類もあるの。だから151って本当になんか種類が多いの。同じポケモンでもそのマスターボールだったり、まあ、普通のボールだったりノーマルのボールだったり、そういう同じカードでもレア度がそう違うみたいな感じなんです。だからすごい種類が多いって感じ。これね、たまたまガルーラ全然見えない、ピクシー、この前なんかいい、あこうだ、ピクシー、ユンゲラ、タッツ、レアドーン、そう絵柄が可愛いんだよね151。おカメールだ、やった。そう151シリーズはこのカメールが、これ今海の中にいるじゃん、次もっと深海に行くんですよ。なんだっけ、あの一番進化系、進化するごとにその海の深さが変わってくみたいな、そういう感じ。リザードンだったらあの地下に、地下から空に飛ぶまでのストーリー性があるっていう、めちゃくちゃカメックスか。そうあとあれだね、不思議だねもそう、不思議だね、御三家のその進化の3段階がストーリーになってて、めちゃくちゃいいと、嬉しい。カメールちょっと集めてるんだよね。そう進化でストーリーあるのよね、ラッキー。あさアニメディアにも書いてあったけど、そうストーリー性がある絵がね、あ多いんだよね。ケンタウラス、モンジャラ、コラッタ、エレブ、オーポリゴ、あこれこの絵柄スーパーボール。スーパーボールだ。あユーフーディン、大きな風船、シードラ、マダツボ、ニャース、シェルダー、わプリン、あこれノーマル V
ボール。あ、ミュウツー、ラッタ、臭い花。おお、いいね。私めっちゃ保育園の時にミユちゃんとミユちゃん、なんか小学校も幼稚園もミユちゃんっていう子が、ミユの方ね、ユの方が絶対いたから、そうで私大きかったの保育園の時からずっと、だからミユはミユちゃん、私が保育園の時にミユミユミユとミユツーが流行ってたから、そうだから私ミュウツーって言われてた、大きいから、身長が大きかったから。ミュウちゃんがちっちゃいのね、だいたいミュウちゃんってちっちゃいのよ、私が一緒になるミュウちゃんって。そう、それこそなんかナルタオみたいな身長差なの、だからその子がミュウで私がミュウツーって言われてた、大きいからね、でしょ。でもだからかっこいい方だったの私ずっと。そうなんですっていう話。そうなんです。じゃあ次いくよ。マンキー、たまたま、あ、たまたま、これ普通のカードだ。そう、3種類あるのよこのカードが。同じカードでもこの何もキラキラしてないカードとなんかキラキラしてるやつが2種類ぐらいあるの。お、これ琥珀、ケイシー、ライチュウ、近すぎる、アナ、アナチチ、あ、ウツボとベトベタ、メノクラゲ。おお、これな、何これ、あ、ノーマル、ノーマルボール。ガラガラ、沢村、ヤドラン、ビリリダーマ、謎の草、ワンリーキー、わ、モンジャラの顔、かわいい、これ遊んでる、かわいい、モンジャラ、マダドガース、イワーク、ストライク、パウワウピー、あ、フランセル、オービーダマ、プテラ、ウィンディ、ピジョット、クラブ、コイル、ポリゴン。おー、いいね、かわいい、絵柄が本当にかわいくて好きでしょ。みんな知ってるでしょポケモン、大体この151のポケモンは。え、懐かしい、私もブラックホワイトが初めて買ったポケモンのゲームなんだけど、一番最初がそれだった、ブラック&ホワイト。じゃあ続いて、おお、びっくりした、アーボック EX。 すごい揃った、大きな風船、シードラ、コイキング、ニャース、ウンドン、おお、ドードー、サンダース。ちなみにあのこのスーパーボール、スーパーボールバージョンのピカチュウ、ノーマルのピカチュウがすっごい人気だったの当時、この151が発売された時一番値段高いかったみたいな、すごい人気だった。マスターボール、キャロップ、あ、カメールのノーマルだ、トカゲ、ニョロモ、ビリリダーマ、オーバリヤード、スノーボールだ、ラップ、フレー、フラーデシア、あ、サカキのカリスマ、あら、たまたま、ひつぶて、たつ、おーおーおー、欲しかったやつ、白龍、嬉しい、白龍好き、白龍地味に好き、ルージュラ、食べ残し、ゴルバート。おお、意外といいよ今回、引きが、引きが良いです、かわいいよね白龍。ミニ龍も好きなんだよね。今日は一箱だけで終わる予定です。続いて、ワンリキ、パワーウ、コクーン、おー臭い花、フリーザー、おーフリーザーかっこいい、ウィンディ、ピジョット、ポリゴン、ロコン、
もんじゃら大阪木のカリスマの、あ、普通のボールだ。おリザードン X、 あ、リザードン X、 悩んでる国編の支配者のリザードンデッキを作ってて、今なんかリザードン X が入ってるやつを見たのよ確か。その何、デッキレシピみたいなのがネットで結構、大会のデッキレシピが結構出てるんだけど、そこで見ててあったのね、その中に。だからもありなのかな、悩む。続いてピクシー、リザード、アーボ、ガラガラ、ピジョット、おおすごい結構出るね。アートレア、ニドキングだ、ニドキング、キャワ、おしゃれ、海流、かわよ、この海流かわいい、なんかほのぼのそう、結構さポケモンに例えてって言われることが多くて、いろんなポケモンに例えてるんですけど、そう海流のねファンの方もいますね。プタフリー、ケンタロス、あ不思議だね、かわよ、目のクラゲ、ポニータ、あ、コラッタ、あ、ノーマルボールや、続いていきます、カモネギアコダック、ブーバー、エレブー、ノーマルだ、キャロット、マサキの転送、すごい転送してくれる、おー、アニドラン、あ、ゼニガメは可愛い、サンドさん、サンドさん可愛いよね、スターニー、ベアコイル、アズマオ、ドードオ、マダツボミ、ガーディー、サイドン、オ、サンダース、カビゴン、サン、キャタピー、おー、コクーン、お、ニドラン、ゲンガー、カブ、ジュゴン、ビードル、スバット、ゴースト、ね、こんばん、あ、シャワーズ、キャワ、カイロス、クラゲ、ワンリキー、パウパウ、イーブイ、おお、あ、私これ持ってるよもう。なんかやっぱ一回出たカードってご縁があるんだろうね。何回も出るイメージある。ミュウツー、この絵めっちゃかっこいいんだよね。街を見下ろしてんのミュウツーが、鬼かっこいい。ルージュラ、キングラー、ユンゲラー、ポリゴン、ゴロガイ、ロッコン、かわいい、モンジャラ。おお、マスターボール、ニドキング、フリーザ、ゴースト、エビワラ、そうエビワラに似てるファンの人もいるえ、こんなこと言ってたら写真、さすがに、今結構開けたね。でなんかラーがつくの多い、やっぱさ、なんか名前どうやってつけるんだろう、ポケモンの名前どうやって決めてんだろう、やっぱもう作るときにイメージがそれなりにあるのかな、なんかこれは格闘家っぽくしようみたいな、これはこの有名人をモデルにしようとか、だってエビワラとかさ、沢村とかってさ、エビワラさんと沢村さんでしょ絶対、もともとはね、ね、でももうめっちゃプリンとかね、すごい天才だったよね。そうワンピースとかいるよね確かに。多分ヌオもね、オオサンショウウオがモデルだと思うんだよね。なんかモデル考えるのもろいね。
そう、カポエラはマジでカポエラじゃん多分。あ、ユンゲラ元ネタの人いんの、すごい。ちなみになんかあれだよ、あ、なんだっけ、あの雪女がモデルのやついるんだよ。そうとかいる。てな感じで。え？ゆ、あ、雪目の子？雪目の子？雪目の子か？かな、雪女のモデルっぽいやつ。あ、鬼氷いた。あれなんか男梅みたいな顔してるよね。え、私も知らないポケモン全然いる、たくさんいるもんだって。え、ユリゲラ？ユリゲラって何？あ、そうなの？ユンゲラの元ネネタの人も公認になったの？え、誰だろう？ユンゲラの元ネネタの人気になる。あー、ユンゲラの元ネタ出てくるかな。ユンゲラ元ネタ、ユリゲラ、あ、今みんなが言ってた人か、ユリゲラさん。え、もう名前まんまやん。あー、この人なんだ。ほんとだ、スプーン持ってる。ほんとだ、鼻の感じとか似てるね。鼻と目のここの彫りの深さ、超能力の方なんだ。確かに似てる、似てるね、面白い。しかも名前もまんまやん、ユリゲラー面白い。やっぱそういうところから来てるんだろうね、ユリゲラーさん。え、77歳なんや、びっくり、若く見えるわ。知らなかった、めっちゃオマージュだね。だわ、でも絶対エビワラとサムラはもう有名だよね、そういう意味では。じゃあいきます。ポニータ、アーボ、アラガラ、お、すごい来た、ケイシー、カイリュウ、アズマオ、ミドリーノ、不思議だね。不思議だねのアートレアが欲しい。不思議だねの進化系も欲しい。エノクラゲ、プッパー、ギャラドス、怪力、白竜、ミドリーナ、ゴイキング、ニャース、ニョロ、タミ、あ、ミューイエックスだ。コルダック、レアコイル、オリンジャーがね、ミューイエックスデッキなんですよ。アプリ、キャバ。わー、かわいい！ニョロも。ニョロゾか、ニョロゾの絵。これもね、持ってる。ご縁だわ。ミドキング、あ、エリカのニドラン、ウツドン、ビリリ玉、あ、バリアード、ゴリザル、リザードン、ドード、マダツボミ、ガーディ、お、クラブ、ゲンガー、これ何、アナッチ、スナッチアーム、相手の手札を見て、その中からポケモンを1枚相手の手札の下に戻す。へえ。ウツボット、キャタピー、オーシン、ブーバー。お、初めて出たじゃないこれ。ペルシアン、サワーズ、サワムラ出た。ヤドラン、ビードル、ズバット、ゴースト、オ、ラフレシアン、プリンエックス、イワーク、
ストライク。おお。すごい。たくさんだ。大量だ大量だ。たくさん。はあ、なんか満足しちゃった。今回の収穫、でもやっぱ絵柄が一貫してブルー。見てこの絵柄、一貫してダーク。そう、なんかそういうところがめっちゃ可愛くて好き。すごくない？ブルーのカードがさ全部集中的に出た。ブルーとか緑とか黒とか。そう、個人的に当たりはまあカメールだな。そう、もう本当はあの不思議だね系が欲しかった。そう、謎の草とかね、不思議そうとか、そういう系が欲しかったです。また次回、また次回ですね。そう、なかなか出ないのよ。そう、水の呼吸的な、そう的な適当超適当に的な。だってさすごいよ。だってほら今開封したやつだけでどう表したらいい？私の顔で表す。もうねほらどんくらい、おでこ、おでこの、私のおでこ私のおでこぐらい開けた、開封しました。この厚さ的にはいやトランプ以上だよ。今開封したやつだけでこんなにいってます。これで一箱いってると思うんだよな。これこれが一箱なの本当。あの一箱が何パックって書いてある？20パックだ。20パック以上開けてる気がする。1、2、3、4、5、6、7。え8、9、10、11、12。え13、14、15、16。16、17、18、19、20。あ、全然あった。20、21、22、23、24、25。25パック分。25×7 は5730 5735。もうダメだ、頭働かないんだけど。14、35、155、175、175、175。嘘、あれあれれれれ、24×7。あれれれれ、でも鬼パック開けた。 24×7 ねあ、168か、正解、168正解
すごそう、まだあるので、まあ後日開けたいと思います。そう、仕分けが大変なんだよね。だから気が遠くなる。頑張る頑張る。あ、で変幻の仮面が買えます。私がまだ買ってないだけです。だって変幻の仮面さ、なんかあれなんだよね、まだなんて言ったらいいの、欲しいカードがまずあんま入ってないのとって感じです。欲しいカードが入ってないから変幻の仮面はどうしようかなみたいな。そう、でもコンビニでも見るので変幻の仮面は、だから焦って買わなくていいかなと思ってます。そう、デッキに使いたいカードがあんまり入ってないのと、推しポケモンもそんなになので、そうなんだよね、変幻の仮面がどうしようって感じです。まあいらないかって言われたらまああっても嬉しいんだけど、そうって感じです。そうだね、だからやっぱあれかな、なんだっけ、シャイニートレジャーとか、あと V スターわかんないな、シャイニートレジャーがやっぱ強いかなって、シャイニートレジャーのボックスはやっぱり強いなって。わ、そうなんだ、おりんちゃんが偏見のトラバルドをデッキに入れてたんだ。あ、やっぱ強いのかな。そう、シャイニートレジャーマジ人気やって、入ってるカードがねいいのよ、ハズレがほぼないみたいな感じで。そうなんです。今一番欲しいのは、シャイニートレジャーかな。でも今後さ、そのどんな箱がまた出るか分かんないじゃん。でも多分次に出る箱もさ、もう多分予約開始してるんじゃないって感じじゃない、ポケモンカードの世界ではさごめんね、ちょっとグフってなっちゃった。シャイニーはもう結構 5? 自分でも2つ買ったし、ファンの方からもいただいたので5箱を開けてる。でも目の前にもあるしこの前2箱開けたからね、ショールームで。ショールーム2箱開けたでしょ、で自分でも買って2箱開けてるでしょ、4でしょ、今目の前にあるんだよね。だから 5かな、5箱ぐらい開けて、なんじゃもちなみに出てきてません、なんじゃもなしです。そう、5も開けてんのになんじゃもは1回も出てきてなくて、プラスコンビニとかで見つけたらシャイニートレジャーさんのゲットさせていただいてるので、そう、それでもなんじゃもは出てこない、かぶりばっかだから、なんか同じカードしか巡ってこない、だから鬼レアなんですよ。そう、なんじゃも出るまで帰れませんです、まさに。マジで出ない、マジで倍率高いって感じかな。
そう、カード枚数、シャイニートレジャーは10枚なの、1パック。そう、多分。そう、1パック10枚入ってて、絶対キラが入ってるよっていうお得なパックだから、すごい人気なの。あと箱の大きさも、151はこんくらい大きいじゃん。シャイニートレジャー半分ぐらいしかない。こんくらいの、この大きさ。でも1パック10枚入ってるから、普通のこの、まあ、ワンボックスでは多いのか、うん、多い。シャイニートレジャーでもポケモンセンターで私買いました。と、いや、そう、シャイニートレジャーはやっぱりね、ハズレはまず外れはないのよ。そんな、まあ、外れって何って感じだけど、まあ、大体全部使えるカードが入ってるデッキだから。そう、確かに生存段階でどうやって混ぜてんだろうね。なんか入れる係いんのかな、好きなところに、えいみたいな、えいって感じで。シャイニートレジャーが渋谷の伝えに売ってんの？渋谷の伝え、すごい。私はポケモンセンターで買ったよ。ポケモンセンターで結構、シャイニートレジャーはなんか2ボックスまでみたいな。で、国営の支配者は1ボックスまでとか、そんな感じで書いてあった。なんかもう規制がかかってましたね。1ボックスまでとか。マスターボールが151、それ151だよ。シャイニートレジャーはね、あのね、キラキラが入ってるやつがある。キラキラとキラキラじゃないカード2種類、あと色違いがあるの、シャイニートレジャーは種類がとにかく多いんです。色違いとノーマルとキラキラ。そう、しかもキラキラがポケモンだけじゃなくてグッズにもついてるの。普通のグッズとキラキラがついたグッズが2種類あって、だからもうコレクターさん、もう何切りないと思う。そう、なんか151もバージョンがめちゃくちゃ多かったけど、シャイニートレジャーも勝るぐらい多いから、なんか色違いの数がまず多くて、色違いポケモンのね数が多いから、それが大変そう。色違いポケモン何匹いんのってぐらいいんの。もうコレクターさんはだからもう血吹いちゃうよ血吹いちゃうよ。初めて使った。うん、私ポケカヤ開けそう、マジで。ブニ、ねえ、パック、いやでもこれはもうロマンなんだ。パックを開けるっていうロマンなの。だから楽しみます。あった、渋谷。そう、渋谷にね、あのポケモンバーっていうのができるのよ。そう、渋谷のポケモンセンターにできるの、あのポケモンバーっていうのが。そう、それね、興味ある。うん、なんかそうなの。それでね、あのだからみんなのランダムで当たるよみたいなグッズとかあるじゃん、ランダムで回ってくるよみたいな、そういうやつの気持ちがわかります。いや、そりゃ大変だわって思う。って思う、すごい。ランダムアクスタとかさ、大変だなって思う。
私のカード開封と同じようなことじゃないあれも。すごい。本当に周年すごい。すごい。あ、そうそう、池袋のサンシャインにもねあるよポケモン。だからあの鉄やってた時あるじゃん、ジョンマイラブやってた時に行ってた、そこに。しかもサンシャインの建物の中にポケモンのモニュメントとかポケモンと一緒に写真撮れる場所が結構多くて、だからね楽しかったよ。あ、そう、ハイライトに載せてるやつで、そう、それそれ、そう、サンシャインのねポケモンセンター付近はねめっちゃ可愛いポケモンだらけ。そう、池袋大きくて好き。そう、池袋でも遠いんだよね、駅から結構歩くんだけど、でもいいところ、サンシャインは。そう、ポケセン最近可愛いよねマジで。なんか歌うか。あ、もうそんな時間か、早っ。じゃあなんか歌います。何歌おう。すごい私今風邪なんだよね風邪気味だから、まあそんな何大変なことはないんだけど、歌おっかな。どうしよう。あ、これにしよっかな。懐かしい曲。それでは聴いてください。憧れのポップスター。エモくない？歌えるかな？僕さ、その仕草
ございました。楽しかった。すごい、今からみんな多分夢の中に行くと思うので、ちょっとね、ちょっとリンクする曲歌えてよかったかなって思います。じゃあもう鼻がぐずぐずなのでランキング発表に行きたいと思います。13位からいくね。ジャリングさん、13位おめでとうございます。シップサミチュカよ。12位がアユ、12位おめでとう。続いて11位がミュウのクマちゃん、11位おめでとう。続いて10位がウィンザー、10位おめでとう。9位がココンにクイチュカよ。続いて8位が SD ハさん、パルイチュカよ。7位がリュウ、7位おめでとうございます。6位がブラウン氏、ゆっくりチュカよ。5位がヌーくん、5位おめでとうございます。青いチュカよ。で4位がヨシオ、ヨシオさん、4位おめでとうございます。次が3位リムシー、寒いちゅかえよ。2位がリク、2位おめでとう。で1位がヨーロさん、1位おめでとうございます。おめでとう。じゃあ順位から読んでいくよ。ジェフ、フィンド 4B、 タイじゃないピーシア、ウェイロン、リコ、和田さん、STU、 サギちゃん、ウィンパディ、ヒデジロ、ウーロン、ヤマちゃん、アスラヒデちゃん、ピーヌシー、マイ、カラネピーさん、ナンナ48さん、KYS さん、トシージャケンさん、もしも鳥だったらさん、ミチヒロ、リックスさん、XD さん、フロストさん、松山田さん、佐野氏、ユッタン、ヒヨッパウン、フッチャン、アリテチ、シマヤン、プニショウ、カックン、ホイホイ、イーグル、ローソンジさん、プレシー、ウィンニーウィンさん、リー、はしめさん、青森の信号、ねちゃん対ザゼロシ、42ゴールド888さん、ウルス、科学先生、マホリン、ナオ、ヒヨコさん、ネコワイ、ミユ、パラギシ、ノム、ミキト、アヤカン、ジェイタナカ、チュータ、ウヒウホーさん、ウミタ、ナオ、柳、シホコ、スー音声、メタルピーチ、タエモン、ハッピーミユ、ミリアちゃん、カミユ、ハネクリ、マロ、ゴールゴーさん、ユータ、フミオ、テオネオ、タックン、バトウ、マッカナノさん、イリオモテ、ミッチー、レゾウズキコナンさん、カズ、100グラム、ナベちゃん、エム、オーちゃん、ナベ、早川、ジュイニャ、タック、なんだっけこれ、この前もさ、悩んだよね。あ、順位変わった。でも、タクト、
がな振って、タクト、タクヤ。でも100回まで読ませていただきました。あ、勇気だ勇気勇気本当に最悪だよね、ごめん勇気。でも100位まで読ませていただいたので、ちょっとランキング変わっちゃったんですけど、そう、さっきまでのが有効ということでごめんねああじゃあスクショタイムいきたいと思います。あ、75位に入ったぞ、ゆきびかりさんありがとうでも一人だけ読んじゃうと不公平だよね。あ、カハクソン仙人海洋衣類、まあ、なんか1位の方とか入ったのにって言った人はちょっと読ませていただきました。じゃあみんな夢で会おうね。スクショタイム、スクショタイムいきます。どうしよう、なんか今日これ開けたからこれ持ってやろう。うんうんうん、私の方のスクショタイムも行くね。あ、あ、一気ず、うん、ありがとう。じゃあみんないい夢見られますように、ゆっくり寝てください。じゃあまたね、ありがとう、また配信します。おやすみなさい。おやすみ、うちゃいちゃい、おわたりさるかー、ぐんないかー、ぐんないかー、おやすみなさーい。だねー。おやすみー。